はい、じゃあ撮ってます。はい、はい、おはようございます。おはようございます、グランピーです。はい、さあ、まず前置きといたしまして、よく話題に上がるお話があるんです。それがグラベルロードバイク、グラベルって名前がつくけど一体どこにあるんやと、グラベルがっていうお話上がるんですけども、確かにですね、海外のような超長い、グラベルっていうのは日本にはなかなかないというのが現状なんですけども、この前タケちゃんと話をしてて、あ、そうじゃないなというのをですね改めて気づいたんです。っていうのが、自転車で気持ちがいい場所を走ろうってしたらそこがグラベルになるっていう名言じゃないですかところです。まあ、つまりどういうことかというと、はい、自転車が走ってて気持ちがいい場所、これ開けてるで、はい、車が少ない、自動車が少ないで、人も少ない、うん、人がこう混み合ってたら走りにくいんで、で道じゃない、人が少ない、車が少ない、信号が少ないってなると、ちょっとこう自然が多いところとか田舎の方になってくるんですよね。でそこ行ったら地面はちょっと荒れてることが多いと、あ、結果、グラベルだったっていうですね、感じなんじゃないかなっていう話を、しておりまして、でそんなところ走るんやったら、まあ、グラベルは、ロードバイクはですね、なかなか面白いと、いうことでございます。でまあそんなところで置いておいて、今日はですね、新上さんとタケちゃんが最近よく乗っているこの自転車、逆か、リドレーですね、はい、の、グラベルバイクなんですけど、こっちがあのリドレーのカンゾファーストですね、レースタイプのグラベルバイクになります。であっちがですねカンゾアドベンチャーっていう、アドベンチャー、ラックが付けれたり太いタイヤが付けれるというタイプなんです。でこの2台、まあ乗ってみろと面白いからまあ乗ってこいということで、太田川の河川敷までやってきたというところでございます。はい、はい、でグラベルバイクっていう名前の通りですね、ちょっとこうオフロードも、得意なバイクになるので、まあ、乗ってみたですね感想と、どんな内容かっていうのをちょっとお話しできればなと思います。まずこちら、リドレーのカンゾファーストですね、ちょっとホイールがですねずるい仕様になってるんですが、エンビの あの SES ですね、やばいですね、に WTB の、プロパインっていうグラベルレーサータイプになります。でこの車体ですね、グラベルロードの中でも最もロードバイクに近い速いタイプのグラベルバイクになります。で速いタイプでもさらにこう速く走れるようにエアロをかなり意識した、フレームの作りになっているという感じですね。なんで飛行機が好きとかですね、こう流体力学が好きという方にはですねかなりこうビビビッと、くる車体の形状にもなっているかなと思います。ただですねポイントがちょっとありまして、太めのタイヤがまずつくと、ロードバイクに比べるとやっぱりちょっとオフロード行くことも想定してるんでブロックタイヤが装着できるというのと、あとフェンダーですね、僕このポイントはかなり個人的には大きいポイント、まあ、ここのダボがつけれるようになってたり、こっちもですね裏に、ネジが、切ってあるんでここをこう使うとですね実はフルフェンダーもいけちゃうよというような仕様になってると。で前の方もこの裏にネジ穴があるのと、まあ、ここにもですねあるんでやっぱりこうフェンダー意識していると言わざるを得ないんじゃないかな。エアロでフェンダーってなんか一見相反するような組み合わせですね。そうなんですよ、不思議ですね。ただグラベル、グラベルバイクじゃないフェンダーをつけた方が実は風切りが良くなって速くなるという話もあるんですよ。そうなんですか。はい、重量はもちろんフェンダーつけるんで増すんですけども、はい、速いスピードになった時に効果が出てくると。へえ。でしかも実用的っていうですね、
あるんです、はい、詳しくは本があるんですか。本があるんでちょっと調べてみてください、はい、まあ、それはちょっと置いておいてですね、で、まあ、このバイクですね、まあ、実際に乗ってみてどうなのかというと速いですね、はい、速いですマジで。で、まあ、ロードバイクにかなり匹敵するぐらいの速さになるかなと思います。で、今はロードバイク、グラベルか、グラベルレーサーですね、700-36っていうサイズなんですけども、例えばこれ 30C のタイヤもしくはホイールセットをもう一個用意しておけば、それをくるっと入れ替えればですね、もうロードバイクとして使えるレベルの、自転車だなと、乗ってみて思いましたね。で、ここまでお店から来る間も、もう怖いですね、怖いぐらいスピードが出るんで普段ゆっくり走ってるタイプなんで、ちょっとこう差があってですね、面白かったですね。で、こういうグラベルに来た時もちょっとさっきですね、後輪をこう滑らしてみたんですけども、最初ですねちょっと怖かったです。まあ、ホイールがなかなかのホイールっていうのもあるんですけどもこう走ってる、はい、まっすぐ走るときはタイヤの空気圧ちょっと低めにしてあげれば、こういう、砂利ですねのところでもまっすぐ走る分はですね全然いけると。ただこうドリフトしたりするときにはどうなのかなと思ってちょっとやってみたんですけども、なかなか案外いけるなというのがありましたねちょっと精神をですねホイールのことはちょっと一旦置いておいてちょっとやってみたんですけども、意外といけるなというのは感じましたね、はい、という感じです。んで、まあ、エアロのフレームということだけあってこういうとこですね。僕のスピードではおそらく全力で一瞬だけ効果出るんじゃないかなっていうぐらいのこうフィンなんですけども、こういうのもですね造形としてデザインとしては非常にかっこいいんじゃないかなと思います。で、スチールバイクにはなかなかないこの一体ですね、フォークとフレームを一体で作ることでこういう、なんていうかな、ハンドルを切った時でもニュルニュルとこう、うん、空気抵抗を良くしたままこうフォークとフレームが一緒に、滑らかな形状で動いてくれるというところとかはデザインとしても非常にいいんじゃないかなと思いますね。はい、なんで、普段ロードバイクで走るような場所も、非常に軽やかに行けるし、で出先でですね、まあ、トレイルとかになるとさすがにちょっと、辛くはなると思うんですけども、ちょっとやそっとの舗装路からずれたところ、田舎の砂利道みたいなところはもう全然行けるなというふうに思いました。で、走りが、まあ、ロードに匹敵するんで遠くまで行けるっていうのはいいかなと思います。目的地が、まあ、近くやったら、まあ、もちろんいいんですけど、遠くにあるとき、広島でしたら呉とか、岩国とか、もっと結構遠くに 2,30 キロ40キロ50キロ先にあるっていうときはかなり生きてくるんじゃなかろうかと思います。で、今日はこういう服、普段着で自転車に乗りやすいような、まあ、ちょっと伸縮性があるようなジーパンとか服で着てるんですけど、これ本気で休日に乗るっていう時はやっぱりジャージの方が、いいなと思います。サイクルジャージでビンディングシューズでバチッと決めて走りに行くっていうスタイルが一番、このカンゾファーストには合ってるんじゃなかろうかというところですね。で、と言いつつもですね、こう面白いのがひっくり返すとですね、ここにダボもあるんですよ。あ、はい、本当だ。ここにあるっていうことは荷物を結構積載するよっていうのも想定してると。だからそれがですねちょっと面白いところで、純粋なレーサーなんですけど、レーサーではあるんですけども、パッキングしてですね、旅行も行こうと思えば行けるぜっていうのがこう見え隠れするっていうのが非常に、面白いところになってるかなと思います。この自転車って長距離のグラベルレース行けるように作られているやつなんですっけ、はい、おそらくそうだと思います。これだけボトルも意識して、はい、つけられるようになっているというのと、やっぱりこうフェンダー
っていうのは全天候とか泥の跳ね上げっていうのもある程度こう防ぐような、ことができるんじゃないかなというところですね、うん、で今36のタイヤなんですけど後ろまだクリアランスがあるんですよ。なんでもっとドロドロのとこ行っても、受け流してくれる、隙間はあるし前はですね前も大丈夫ですね。でもうちょっと太いタイヤを履かせるっていうのもありやと思います。はい、というところでございますね。これが肝臓ファーストになります。アドベンチャーも行きましょうか。さあどうですか肝臓アドベンチャー。はい、もう遠慮なく行ってますね。はい、もたけちゃんの乗ってる自転車借りてます。さあこれが、はい、肝臓シリーズの中でもいろんなところにこう行けちゃうよと、はい、荷物もたくさん詰めますよっていうカーボンバイクですね。オフロード寄りのグラベルバイク、はい、肝臓アドベンチャー、はい、どうですかここまで乗ってきて。そうですね、ここお店からここまで乗ってきた感じめちゃくちゃ加速がいいって感じします。加速がいい、はい、なるほど。もうじゃ僕、はい、普段チャプター2の青に乗っとるんで、はい、それと比べての感想になるんですけど全部、はい、もう加速がすごいスッと踏んだ分素直に入っていく感じ。あーなるほど。じゃあタケちゃんがいつも硬い硬いって言ってるのはその通りっていうことですか。その通りですね。本当に硬いっす。なるほど。もうチューブレスじゃなかったら乗ってらんないかもしれないぐらい。ああなるほどな。だからもうチューブレスありきで運用すると非常にいいかもという。そうですね、やっぱチューブレスがめっちゃいきますね。いいな。なるほど。じゃあちょっと今の詳細をちょっと見てみましょうか。一応ノーマルからホイールが変わってますよね。ああこれですね、はい、マビック、オールロード SL でタイヤは完成車からそのまま持ってきてチューブレス化してる感じですね。なるほど。これタイヤがビットリアのこれはテレノミックスって感じですか。700-38、はい、ちょっとブロックがノブが高いタイヤですね、はい、がついてると。ついてる、すごいオフロード向きの仕様になってる、うんうんうん、これ肝臓アドベンチャーっていろんなアクセサリーがつけれるから、はい、スペースが結構ありますよね。こういうタイヤのここの部分そことか、あと、まあ、こういうダボもあるし、まあ、クリアランスも結構広いですよね。はい、これやっぱ広く取ってますね。 38C やけどまだまだいけると。だから40うん、中頃前ではいけるんじゃないかな。そうですね、結構いけますよね、はい、舗装路とかどうでした。舗装路は乗り心地はやっぱかっちりしてて、はい、チャプター2よりは全体的にスピーディーな印象。あやっぱりキュンキュンと進んでいくような。はい、やっぱキビキビしてる感じがします。なるほどな。グラベルはどうですか。グラベルもいいですね。なんかタイヤがいいですね。タイヤがいい、仕事がいい、タイヤの仕事がいい。なるほど。結構安定してこういう砂利道のところでも行けちゃうよと。はい、ちゃんとタイヤが吸収してくれてる感じがします。なるほどな。僕の履いてるホイールがジップの 303S ディープリム、はい、40mm ぐらいのディープリムなんで、うんうんうん、オフロードちょっと跳ねるんですよ。なるほど。700の47履いて走っても同じところだとちょっと跳ねてる感じがするんで、じゃあホイールとタイヤがいい。ああなるほどね。じゃあこの肝臓アドベンチャーにはなかなかそのマビックのオールロードは相性がいいという。やっぱりいいですね。感じか。ノブが低い方がオフロードはいいなって気づきました。あ、なるほど。ただロングライドはまだロング行ってないですけど、スピード維持はちょっと大変な感じしたんで、あずっと踏み続けないとちょっと。はあはあ、
速度維持してくれない感じがしたんで、ロングライドはちょっと大変かもしれない、うん、じゃあどんなところがこのカンザアドベンチャー生きると思いますか。やっぱこういう河川敷を走る、かっ飛ばしていくような感じ、かっ飛ばしていく感じとか。なるほどな。鬼ヶ城レーサーもあるけど、はい、こっちにレーサーもあるけど、なんていうかな、これとは違ったこうかっ飛ばし方というか。あそうですね、なんかもうちょっと この自転車よりはトレイルに近い道を、はあはあ、走っていくのが楽しそうですね。なるほどな、なるほど、まあ、あとはパッキングしたりラックをつけてどうかっていうのも気になるところですよね。その硬さが、うん、荷物を積んだ時に生きてくるかもという。そうですね、確かに。いいところですね。どうですか。ここがいいですね。なんかラックがつけれるよりここのダボがあるのいいですね。ここについてるのってなかなかないですもんね。ないです。チャプター2はオプションで金具がついてるぐらいなんで、あーノーマルでこれついとんのはむしろこっちの方がいいなって思っちゃいます。なるほど。金具で締め付けて取り付けるのちょっと不安な感じがするんですよ。まあそうですねできればあんまりやりたくないやつですね。でもこれ本当に珍しいですね、ここまで。珍しい。あでもやっぱりこういうのをつけて耐えれるようになってるからちょっと固めなんかもね。ですかね。やっぱいいですねこれは。一回切ってみたいな俺ズバッと切ってみ、断面図をちょっといろいろ比べてみたいなじゃあ意外とこうあのスチールでもあるんですけど、ちょっと分厚めのパイプになってて、はい、あのちょっとやそっとなんかなってもこう壊れないみたいな。あすごい耐久性が高いカーボンフレームなんかもしれない。へえすごいはい、まあそんなとこ。重量はでもちょっと重いですよね。あ重いと思います。やっぱりそれだけ頑丈に作るとなると、うん、やっぱ重量ないと厳しいですもんね。そうですね、うん、あとはタイヤマックスまでしてどうなるかとか。あそれこそあれ入れてみたらいいんじゃないですか、村上くんの使ってるチャプター2のタイヤそのままホイール入れ替えてみるとか。あ47が入ったらまたこう見た目も変わるし乗り心地も変わると思うんで。そうですね、はい、それ書いたらやったろちょっとやってみますか。やってみましょう、はい、まあ、そんなところですかね。そんなところです。はい、はい、ということで今回はリドレーのグラベルバイク、カンゾのアドベンチャーとファスト、この2台をちょっと乗ってみた、感想と、各部分をご紹介いたしました、はいはい、でこの2台は、お店で、試乗車として置いておりますので、ぜひ乗ってみてください。はい、ぜひ、はい、同じグラベルバイクでもこう違うと一概に言えないですね。そうですね、はい、困ったですねこれ。いや個人的には今チャプター2よりももっと高速度域で走れるロードバイク的なやつ欲しいんですよ。ああマジでこれか。まさにこんな感じ、リドレーカンゾファスト、この形はなかなかいいですね。なるほど。じゃあ、まあ次はこれを村上くんが乗るということで、帰りはあのこっちに乗っていったらいいんじゃないですか。そうっすね、はい、というところです。はい、はい、では、これで終わります。どうもありがとうございました。それマジで欲しいやつ。いいな。